どうしたんじゃ、ぼーっとして。消えちまった。何が？刀が。刀とな、田植えもんのあれのことか？違う、あれのことじゃねえ。もっと詳しく話さんか、ちっともわからんぞ。おいらが売った刀だ。なんじゃと？お主、この峠で刀なんぞ売っておったのか？そういえば、初めの頃そんなことも言っておったの。本気じゃったのか？おなにはわかんねえ。ふん、ならば勝手にするがよいわ。ほいなこと語んなっちゃやん、神様。ああ、もうその手のひら返し、いい加減にせんか。なるほど、鍛冶師として田植え物の刀を超えてみたかったと。まあ、おのこならばわからぬでもない。そういうものかな。おだ、特にオイラにはな。ともあれ、誰にも知られておらぬものが勝手になくなりはしまい。夕下からの地はみんな揃っておったしの。ふん、この小屋からはかすかに神器も感じますな。金太よ、一つ聞きたいが、そなたこれまでどうやって刀の素材を調達した？こっそり犬連れて回って集めた。足雲にも何かと透けてもらった。足雲ね、頼り倒しておいてなんじゃが、わしらに甘すぎではないのか？あちらも慣れてしまっておるのかもですの。なんかもういろいろすまねえ。それで素材に琥珀は使ったか？使った。紙の力が宿ると聞いちゃ使わずにはいらいねかった。何でもするんじゃのお主。琥珀とはただ神の力を宿すだけの石ではない。それ自体が集まれば神のコンパクトなり得るもの、いわば神そのもののもとじゃ。火で溶かし、幾千幾万と打ち重ねる刀作りにそれを使ったとなれば。もしやおいら神様ば作っちまったんかや？おそらくではあるがな。なんてことをしてくれたんじゃ、人の分際で。まあまあ、仮にそうであったとしても生まれて間もないことには違いありませぬ。まずはこの峠を探してみましょうぞ。なんか作るかや。
に、まさか。一応聞いてみるか。おお、さくな様、金太も一緒か。今朝見てみたら、それがしの刀がきれいに折れてしまっておるのです。ご覧くだされ、この鋭すぎる折れ口を。折れたというより切られたようにすら見えますな。実に面妖な。すまねえ、多分おいらのせいだ。どういうことだ。そうか、父に知れたらさぞきつく叱られてしまうのであろうな。家宝を折られてその程度か。もうちょっとくらいは怒ってもよいのじゃぞ。いえ、まあそれがし、刀は使えませぬからな。しかし遠く離れても父は怖い。まんずすまねえ、おいは後で打ち直してどうにか使えるようにすっから。おお、そんなこともできるようになったか。金太はすごいな。やめてきり。お、うん、照れておるのか。照れておるの。うがー、ぬさこのクソさくな。なんじゃ、やるか、この金太。おやめなされ。で、あれはやはり金太の刀の仕業か。間違いございませぬな。親に会ったのと同じ神器が家の中でも感じられました。それにしても、なんであんなことをしたんじゃろう。人を切るわけでもなく。金太よ、そなた何ぞ念でも込めて打ったか。力だ、とにかく強い力。どいな刀よりも鋭い切れ味。おいおい、それではまるでだ、石丸みたいだね。や、自分でも分かってっちゃ。確かにあいつはおいらたちをかどわかした賊だ。でもあいつの語ることは間違ってねえって思ってた。いいとか悪いじゃねえ。弱いやつは食われる。オイラだって少しは見てきた。カジも力に憧れてたから始めたんだ。でも間違えんなよ。鉄歯叩くうちにそんな暗い気持ちは忘れちまったっちゃや。ただおいらなりのけじめはつけたかった。若さとはまばゆいものじゃの。そういう字よ、いつからじじいなんだ。金太の打った妖刀は金太の念に沿って動いておるはず。すなわち自らが唯一無二の刀であることを示さんがため、田植え門の刀を折った。いや、切ったのであろう。ヤナと最高の真剣であるこの玉を素通りするとは、目が利かぬやつめ。はじめから折れとるからではないか。しかも柄の部分じゃし。げんねんね。ならば他の刀を探しに行ったということか。この島で他に優れた刀といえば、石丸や鬼どもの刀かね。あんなのおっさんの刀に比べたらただの鉄くずだ。おめはおいらよりいろんなところに行ってんだべ。他の心当たりはねえのかや。字はどうじゃ。さて、とりあえず今は手が浮かばぬのであれば、これまで通り島を巡りつつ目を配られてみてはいかがですかな。雲をつかむような話じゃが、そうするしかないか。万全よろしく頼む。やれやれ、家が壊された時はもう終わったなどと申したものじゃが、やると決めたらやることだらけじゃの。まったく、おっしゃる通りでございますな。
それでは行ってきます。行ってくる。行ってくるよ。Thank you.
落ちよう。さあ、いけ。どこを見ておる。そこ。さあ、はっはっ。さあ。
どこを見ておる。それと、おい、
ずともよい。何か食べるますか？Thank you.